はい、ただいまからは、別枠北海道の時間です、はいはい、別枠北海道もね、どうなんだろう、何回目だろう3回目ぐらいやってるのかなこのタイトルもどうなのかなっていう、なんかいいのあったら、ない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 、そうですか、とにかくとりあえずこの別枠北海道っていうのは、北海道のニュースをね、ですね、はい、そして100年記念塔のお話を中心にお送りしてるんですけども、そうなんです、今回もその内容でお送りさせていただこうと思います、はいはい、令和5年になってね、1月6日金曜日にその北海道100年記念塔解体反対のためのパネル展を、はいはい、開催いたしました、うん、そのパネル展に私行ってきまして、北海道を考える会、北高会の代表の菅原克明さんにお話を伺ってまいりました。その様子をまず、はいはい、見ていただきたいと思います。どうぞどうぞ。それでは北高会の会長菅原さんにいろいろお話を伺います。菅原さん、どうぞよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします、はい、北海道100年記念塔、私解体されるということを初めて知ったときはとても驚きました。はい、随分前から計画があったようなんですが、そういうことを知らない北海道民がたくさんいるということで、そういうのもあってこのパネル展を開催することになったのか、なったのかなと思うんですが、そもそもパネル展どのようにして始めようと思われたんですか。いや日本にはいろんな問題がありすぎですし、まあ、北海道は北海道の問題があるんで、できれば北海道の問題に特化した形のいわゆるサークルを作ったんです。で今一番問題なのは、僕らが住んでるそのふるさとの象徴である100年記念塔を単に壊すと。で壊すっていうことは僕らのふるさとの歴史も壊すんじゃないかということで、一番最初にこれを先駆けのいわゆる訴訟団の代表の野地さんのところに行って、何か問題点があって僕らがお手伝いできるものがあったらという申し入れをして、いや全然知りませんと、近所の地元の人が、じゃあ知る方法を僕らなりに、まあ私なりには長い市民運動をやってますので、分かりやすくこの問題を広めようということです。なるほど、多くの方に知っていただくには、はい、目に見て見やすく、そして理解しやすい文字も書いてありますから、うんうん、見やすいパネル展がいいのではないかということですね。単なるそのものではない、その歴史を壊すというからには、うん、どういう意味があるのかというのをちょっとパネルを一枚一枚見てお話を伺いたいと思います。北海道の宝とありますね、うん、本当にただの記念塔ではないということですよね。北海道開拓にこう従事してくださった先人への、まあ、慰霊だったり、うん、そういうことも込められてますよね。いやこの レリーフには本当に開拓時代のね、いろんな形が象徴的にあるんですよ、うんうん、そうですね、でその中で私たちはまだまだ元気で、なして壊すの、なして壊すのっていうのは北海道弁で、これはふるさとの言葉だから、はい、ふるさとの言葉でこれをまずテーマ、いや本当になして壊すのですよね。それで、うん、僕らがこの運動を始めた時はアイヌの人も僕らと同じ日本人なので、はい、一緒にとにかく守っていこうという考え方でやってます、うん、北海道ですね。で当然、はい、当時できた時に、うん、アイヌの方たちも参加してるわけです。そうなんですよね、うん、私この写真大好きなんですよ、うん、本当ににこやかな顔で、これは、まあ、アイヌの衣装ですよね、お召しになった女性、そしてその隣には着物を着た、まあ、私あまり和人という表現好きじゃないんですけども、まあ、日本人女性、まあ、もう二人とも日本人女性なんですけれども、肩に手を置いてね、この記念塔の落成式ですかね、非常に喜んでいるということで、もう昭和天皇がお越しになってお言葉をいただいた本当に大切な記念塔です。でもっと言うと、うん、私たち学生時代はまだまだ日本も貧しかった、はい、しかしその状況の中で海外へ行った人たちがね、ふるさとのやっぱり問題だと、でそれで相当のね、成功した人が一度だと思いますけどもね、ほとんどの人がね、その当時のお金で相当の金額をね寄付してわざわざ来てるんですよ。落成式に参加されてるんですよね。そうなんですね、私ブラジルにたくさん日本人が渡ったのは知っていましたけれども、その北海道出身の方でアルゼンチンに行かれた方もいるんですね。
高額の寄付が寄せられて、そのお金でもって北海道100年記念塔が建てられたということですね、うん、もちろん一般の道民そして企業からも寄付があったということです。それをなんかの壊してしまうという発想がちょっと理解できないんですよね。いやですからね、次のパネルが一番問題なんですよ、はい、うん、いやもう原生林残ってますよね、うん、このね大自然の原生、はい、原生あのノプロ公園森林公園、はい、があって、そこに歴史を背景としたあの名前変えられましたけども開拓記念館、はい、開拓記念館、それを背景にして未来に対しての塔なんですよ、うん、設計室を。だからこれが名前変えられた、はい、中身が変わってる、はい、で今度これ壊されたらこの北海道が誇る大自然も壊すことになる。何ができるか分かりませんよこれ。そうですね、その開拓記念館が北海道博物館になり北海道100年記念塔がもし解体されたらもう本当にその後どうするかっていうのが全く分からないですよね。でよりね想像できるのは、うん、この後ろにある開拓村あるでしょ、はい、全道から、はい、あの移設したあれはね多分豪雪になって壊れたらそのまま放置するねだから全く全部さらしにするんじゃないですか。いやーなんか北海道民の発想じゃないような気がしますね。そうです、なぜ壊すかっていうその理由ですよ。理由がね、まあ、この後パネル展、まあ、パネルにいろいろ出てくるんですけれども、まず危険だと、老朽化が進んでいるから危険だという意見なんですが、これは専門家の、まあ、話によると、うん、塔体は健全ですよと、メンテナンスさえすればもちろんほっといたらダメですけど、ね、いやほっといたの今まで その通りです。その事実があるわけです。そうですね、作為が、うんうんね、ですからなぜ今のこんな豪雪の時にね、はい、あのなんだ解体の準備をして、はい、準備してますね。そうなんです、雪降ってるのにだから焦ってるんですよ、うん、そうですね、私たちが解体反対をする意味をなくそうとしている動きにしか私は思えないんですけれども。おっしゃる通りです。ですから気がついた人は24日に第2回の後半がありますから、時間があったらあの参加していただきたい。これ大きいですね。やっぱり市の、あの一般の人たちがこんなに大切なんだなという人がたくさん来れば来るほど裁判だって影響があると私は考えます。そうですね、印象だいぶ違いますね。ぜひ、うん、24日には時間がある限り、はい、札幌裁判会員裁判所に来ていただきたい、はい、会長の菅原さんにお話を伺いました。ありがとうございます。いやどうもありがとうございました。西井さんにもお話を聞いてみたいと思います。西井さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。あのこのパネル展、地下砲以外にも何回か開催されていると思います。その中でおそらく大勢の方がご覧になったんじゃないかなと思うんですけれども、見にこの来る方の中でいろんな方が言葉を残していくんじゃないかなと思うんですが、その中で印象に残った言葉とかありますか。普段の生活では何気ない景色すぎて当たり前すぎて普段はお話ししないんだけど、この場に来たら本当にもう思いが湧き上がってくるっていう方が多くって、もうね聞いてると本当に涙が出そうになりますよね。あとほらあの HTV かなんか放送テレビの放送でね、あの50年前のそのお祝いの時のフィルムみたいなものをテレビで流した時があって、そしたらもう両側にもう各国の国旗がねものすごい列でこう並んでるね、バンコク旗ですね、うん、いや本当に世界中がお祝いしてくれたんだな、北海道の日本の北海道の開拓をね、うん、ここまで近代化したっていうことのお祝いだったんだなって、私は子供だったから覚えてない、あんまり覚えてないんだけど、振り返ってみるとすごいことを自分たちの先祖はしてきたんだなって、そういう気持ちをこうまあその当時に思えたらいいですけど、やっぱり振り返れるものが塔を見て感じ取れるっていうのは大事なことだなと思うんですよね。皆さんご存知の北海道赤レンガ道庁ですよ。こちらはもう今はすごく人気のある観光スポットになっていますが、実はこの赤レンガの
道庁も解体されることが決まっていたんですよね。それを保全しようと決めたのが当時の町村知事なんですよね。ものすごい英断だったと思いますよ、ご決断だったと思います、おかげさまでもうとても人気のある観光地になりました、みんなに愛されるこの赤レンガとしてあのポストカードになったりしているわけなんですが、これとこの北海道100年記念と全く一緒だと思います。鈴木知事にぜひぜひ本当にお願いしたい、解体を決めたのは鈴木知事じゃなかったかもしれませんが、今この解体を阻止できるのは知事、鈴木知事なんです。はい、というわけで、お正月ね、はい、明けてあったばかりにもかかわらず、うん、結構たくさんの方がパネル展にそれを目的として行かれた方もいるんですけれども、うん、その地下歩ね、地下歩航空間、ね、地下歩航空間、地下歩を歩いていて、あ、こんなパネル展やってるんだということで足を止めてご覧になっていた方も結構いらっしゃったということで、うん、いろいろなお話を伺えたんですけれども、はい、他にもいろいろパネル一枚一枚、うん、ちょっと説明というか解説をしていきたいなと思うんですけれども、はい、もう本当にねこの100年記念塔解体の問題に関して、うん、なんか何があったのか全然わからないという方はこのパネル展きっとまた定期的に行うと思いますので、はい、ご覧になっていただきたいんですが、この番組の中でもねちょっとお伝えしたことあるんですけれども、ステンレス製のね、うん、板水切り板が、はい、落下したよっていうニュースがありました、うん、でそれをお伝えしたことがあるんですけど、これ記念塔から落ちてきて、うん、それで危ない危ないというふうに塔が言ってるものなんですけれども、はい、うん、なんとですねこれ別に設計した当初からついているものじゃないんですよね、はい、塔の中に雨水が入らないようにということで、メンテナンスをするときに後から後付けした、はい、板なんですけど、これね、うん、書いてあるのが異種金属接触腐食というものが起こったのではないかということを言われています。はいはい、これステンレス水切り板はステンレス製なんですよ、はい、でその各階の水切り板は鉄鋼なんです、うん、でその素材が違うものにを合わせてしまうと、うん、そこから腐食がすごく進むっていう、はい、これ建築界ではなんか多分基礎中の基礎みたいな、うん、ことなんですけども、それを知らずに本当につけたんですかっていう疑問、ほうほうあえてなのか、そうあえてとは言いませんが、でもどうなのっていう、うん、それで老朽化して危ない危ないはないだろうというふうに。それ落ちたのっていつぐらいでしたっけ。落ちたのいつなんですかね、うん、ですね平成30年令和3年の部材落下はこれが原因したと推定されると文字がありますので、となるとこの、うん、異種補修費をゼロになってる時ですねそうかも、それそうですね、パネルであるんですよ、うん、後でまた説明しますけれども、はい、そしてでは次のパネルに行きたいと思いますけれども、はい、このパネルね前北海道知事の高橋晴美さんなんですが、うん、もうなんで決めたんですか、パネル展にはね、なして壊すのっていうのもありましたけど、うん、どうして決めちゃったのかと。この方ね、このパネルよく見ていただいたら分かるんですけど、北海道の歴史何にも分かってないんですよ。でしょうね。もう何にも分かってないの。で、何も分かってないからなのか分からないですけど、全くこの100年記念塔に対する思い入れも愛情もないんですよ。うん、北海道民の解体しないでという声も何も聞く耳もないということで、うん、ぜひ本当知事だったんですけど民意というものをまるで無視しているということでね、うん、これぜひ皆さんこれ拡大して見ていただきたい。もう笑い事じゃないんですけども、うん、笑い事じゃないけど笑っちゃうんですよ本当に。あまりにもやってることがね、はい、もうなんか腹渡が煮えくり返ってしまいますが、で次なんですけれども、この問題をやっぱりね大きく取り上げてくださる雑誌が、はい、声を上げる方が増えるに従って出てきました。財界札幌さんですとか、うん、月刊クオリティ、うん、道民雑誌ですね、ですね、の中でも特集を組まれて、これ何回かにわたって、特集してくださったということで、随分これでねこの北海道の100年記念塔の解体の裏には何かあるんだなということが分かったという方も多かったようです。そうですね、はい、でその裏っていうのもね、この解体反対のことですごく動いてくださった方がいらっしゃって、北海道はどういうメンテナンスの仕方をしてどんなふうにお金をかけてきたのかっていうことを調査してくださった方のおかげで分かってきたというのがこのパネルに、うん、出てるんですけども、なんと北海道12年間も手を抜いていたと。手抜き工事をしてたんです。これだけメンテナンスに必要ですよというふうにあらかじめ必要な、予算が
出ているのにその予算を使わずにですね、実際に使った金額というのが出ているんですけれども、全くお金をかけてないこともあって、これでね塔が老朽化して古くなって危ない危ないってどういうことですか、これはあなたたちが手抜きしてたからそうなったんじゃないですかって、きちんとメンテナンスしていれば、あの美しい塔はそのまま健全に残ってみんなから愛されるあの広い公園で、堂々と立派な姿で、もうピクニックもできるしイベントも何か本当はねやろうと思えばできたしっていうことがあったに違いないのに、ということで、ね、ここをもうぜひあの裁判では明るみにしていただきたいなというふうに思います、うん、ぜひあの本当にパネル展また開催することがありますので、その時にはもうじっくり見ていただきたいなというふうに思います、はい、でこの解体、しないとというか、この塔をずっと残していくとその将来への負担額が大きくなるっていうふうに言ってる方も多くて、どうもねそういう意見だったんですよ、うん、だけどね、この向こう50年間で、うん、塔をあの保存すると、はい、およそ28億円必要なんじゃないかというふうに、はい、あの計算されてるんですけれども、うん、それはですね1年間でおよそ5600万円という金額が出ています、うん、1年間で5600万円って一般家庭にしてみたら大きい金額だけど、もちろんね、この塔をメンテナンスするっていう上ではもうそんなに大きい額じゃないんですよ、うん、でこれあのこの、まあ、大体30年間ぐらい、ごめんなさい50年間であの1人当たりどれぐらい あの支払いになるのかっていうのを換算すると、うん、1年間で11円ぐらい11円弱という、ね、この数字が出ているので、それは道民で割るってことですか、そういうことでしょうね、うん、はい、そう道民一人当たりです、うん、それでなんかお金がかかるお金がかかるその未来への負担だとか将来への負担だっていうことにならないじゃないですか、うん、解体する方がよっぽど将来への負担になるんですよ本当に、うん、財産なくすわけですからね、はい、なので本当はもうこれはね道議会議員とかにはしっかり訴えて分かっていただきたいところだったんですけど、そうですよね、うん、なんですけど残念ながらあのこの北海道100年記念塔のね解体に関するアンケートを取るとちょっと残念な結果になっていたりとか、うん、そういうことになっていましたが、やっぱりあの適切にメンテナンスしていくとこの100年記念塔をちゃんと蘇るんです。であの文化財としてね大切に保全していけばもっともっとなんかあの大きなあの私たち あの実際の利益にもつながりますけれども、この活用することも多分できるんでしょう、できますし、その先人たちの慰霊の塔でもあるのに、うん そ, うですね、それをその壊された時の私たちの心の負担、うん、それを思うともう絶対にあの適切な治療で、記念塔は蘇るというこのパネルの通り健全な方向に進むはずなので、うん、ここも本当に今一度考えていただきたいというふうに思います、うん、はい、凱旋門みたいなものぶっ壊すみたいな感じになるのかね、本当そういうことですよ ねそうなんですよ、もう本当にお願いだからね冷静になって考えてください、ね、もう昔からある大事な大事なものを簡単な意見で壊さないでほしいです、はい、ということでね、はい、今までのこのパネル展だったんですけど、実はこの6日のパネル展のあと、うん、1月9日に、100年記念塔の未来を考える会の中でも技術者集団と呼ばれている凄腕の方たち の100年記念塔の模型の展示がありました、はい、でその時の様子も収録しているんですけれども、はい、その集団の中の代表の藤島隆さんという方のインタビューもありますので、はい、ぜひそちらもご覧になってください、はい、100年記念塔の未来を考える会の代表藤島と申します、今回ここの地下歩で、展示会をさせていただきました。まず私たちは建築家あるいは建築関係者の50名の仲間とですね、過去に、3年前ほどから活動しております。 あくまでも技術的な立場でこの100年記念塔を守りたいというふうに考えております。で今回の展示はですね、まずですね、大きくここに模型がありますけれども、これを、井口先生が描かれた図面がそちらに展示されていますけど、それらをもとにですね若手建築家がですねデジタル図面を作成し、そしてその 3D プリンターで模型100分の1を表現しています。それからですね、あちらの方にはですね、池内さんといいまして厚別
にお住まいの方で、ずっと100年記念塔のですね、写真をですね、いろんな角度から撮られております。それから、我々2度ほど内部の視察を行いまして、そのスライドの中にもですね、今後後で出てくるのですけれども、その中の内部構造を撮影した撮影写真もありました。私たちはどちらかというと建築の仲間ですので、技術的なことを中心にですね、本方がですね、ここ数年ですね、異常を来すようなことはないというふうに内部からも、そのように見させていただいております。で、ですね、昨年の7月はですね、この頂上まで登らせていただきました。でその頂上の上ではですね、コルテン鋼が床にですね、全溶接されていましてですね、びくともしていない状態というのが確認できました。それから内部においてでもですね、内部はですね、この模型には現れていませんけれども、階段室で囲まれていて、問題とされるコルテン鋼と躯体との関係をですね、見ることはできませんけれども、1箇所8階の中に入ることができました。その中に入ってきますとですね、キャットウォークというふうにして、渡り、なんていうんですか、桟橋みたいなのがついてありまして、コルテン鋼と躯体との関係を見ることができました。まあ、もちろん部分的な錆もできてたりですね、それからなんて言うんですかね、ピンホール的な穴もあったりしますけれども、それらはですね、内部から、補修あるいは補強できるということは確認できましたので、これがですね、私たちに考えている、意味ではですね、やはり、日頃のメンテナンス、どんな建物でもそうですけれども、夜のメンテナンスを行っていけばですね、この塔はまだまだ大丈夫であるというふうな確認を持ちました。そういう意味ではですね、今後この展覧会を通してですね、私たちができる範囲というのは、具体的に模型であるいはビジュアルに、で一人でもですね、同市民の皆さんにですね、この実態、事実をですね、知っていただきたいというふうなことで、今回はこういう展示を行いました。うん、というわけでね、はい、100年記念塔をやっぱりこの歴史とかそういうのを大事にして守りたいという方たちもいれば、もうこの塔自体が本当に美しい、もう財産なんだと、素晴らしい塔なんだということで、この技術を持った方たちの展示っていうのはまたちょっと一味違うものがあるなというふうに思います。ね、うん、6日の、ね、パネル展の時にも、ま、今後ろに映ってますけど、うん、この黄金に輝く100分の1のスケールの、記念塔の模型が置いてあって、あ、それがもうすごく目を引きました。やっぱり、うん、輝いてましたね。本当にだからもう実際のこの塔もね、輝かせてあげてください、もう一度、うん、というわけで、1月24日の火曜日ですね、VTR の中でもありましたけれども、札幌地裁で第2回の対口頭弁論があります。10時からですので、もう早めに来ていただいて、805号室という大きな、はいはい、場所で開催しますので、もうここも、ね、全部埋める勢いで、うん、もうこれだけ関心があるんですっていうことをぜひ見せつけていただきたいというふうに思いますので、これまでずっと放っておいた記念塔に対して、もう本当に私も申し訳ない気持ちでいっぱいですので、うん、足を運びたいと思います。お時間のある方も、ちょっとないけど無理したら来れるという方も、ぜひお出かけください。よろしくお願いいたします。はいはい、というわけでですね、実は、うん、この後以前ね、この100年記念塔が解体される、はい、その解体されるので工事が始まるので、もう今日でここまで入れるのは最後ですよっていう時にね、収録をした、ロケをしたことがありました。はいはい、時にその100年記念塔の前で盆踊りを踊ってくださった中嶺塔盆踊り会の小島由美子さんと、そして下田悦子さんがスタジオにお越しになっておりますので、はい、お二人のお話もたっぷり聞きたいと思います。はい、お楽しみに。